バカンスでスパリゾートに来たはずなのに、いろいろとありすぎてなんだか疲れてしまいました。ああ、さすがにもうクタクタだ。ならそろそろ帰るとしよう。また新たな戦いが起こる予感がするしな。ええ、そうですね。次の戦いに備えるためにも。待って。どうした、アスカ。まだ帰るわけにはいかないよ。どうしてですか。だってこのまま帰っちゃったら私の活躍が少なすぎるもん。はあ、ユミちゃんやミヤビちゃんのせいで私が活躍できる場面がどんどん少なくなってきてるんだよ。このままじゃ私の存在感がなくなっちゃう。どうしたんだアスカ、お前らしくないぞ。ホムラちゃんだってそう思わないの？存在感がなくなってるって。いや私は別に存在感とか気にしたことはないし。ホムラちゃんはいいよね。カニとかシュリンプとか一発芸があるから。私にはそういうの何にもないもん。そんなことありませんわ。アスカさんにも個性はあるじゃないですか。本当に？例えばどんなの？そうですね、ホムラさんとの熱いやりとりなどでしょうか。結局私一人じゃ個性はないってことだよね。そんな意味で言ったわけじゃ。おケツを掘ったな、ユミ。それを言うなら墓穴だよ、ホムラちゃん。ってやっぱずるいよ。ホムラちゃんはバカキャラもできるんだもん。バカキャラって何気に失礼だな、お前。アスカ、つまらないことを言うんじゃない。私たちは忍びを目指すものだろ。忍びが目立ちたいと望むなど論外ではないか。それはそうだけど。わかった、そこまで言うのなら私が相手になってやろう。お前が目立つ機会を作ってやる。ホムラちゃん、話は最後まで聞け。お前が目立つ機会を作ってはやるが、勝つのはこの私だ。大勢と戦って勝った方が目立つだろう。私も賛成してやる。ただし最終的に勝つのは私だがな。勝ちは譲らないところがお二人らしいですね。アスカさん、この勝負私も参加します。もちろん負ける気はありません。ありがとうみんな。でも勝って目立つのは私だからね。 6.5 hours later。私はそういうのには興味ありませんから。その態度がクセモノなんだよ。アスカさん、可愛くて性格も真面目で優しい心の持ち主、ユミちゃんはかなり主役っぽいよ。そうでしょうか。自分では分かりません。ユミちゃんだけには負けられない。忍びとして生きると決めた以上覚悟していたのです。次へと参りましょう。正義の忍びとしてここで負けるわけにはいかないのです。